青コーナーより、ゼロワン、ふわふわイメージ、高橋英明、入場！さあ、強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。赤コーナーよりダブル中、上野隆、和田邦義、入場。さあ、がっちり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか。そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか。なるほど、まさに意地と意地の戦いでいった感じですね。そうですね、起こしてまいります。エルボーでブロック、立ってまいります。エルボーを入れていきます。行くのか、バット返します。ストンピングを叩き込んでまいります。させません。抱えます。返してまいります。ヘッドバット掴みます。逆に返します。掴んだ、キックで返します。掴みます。ヘッドを打ってまいります。掴んだ、キックで返します。掴んだ、パンチで返します。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。ニードロップ、ラフサッポーに転じます。抱えます。ボディースラムで叩きつけます。スイッチしてまいります。キックを打っていきます。やはりバックに回った。バックを取ります。エルボーで返します。ロックアップ、リング下に落とします。跳躍力がものすごいですよ。バネがありますね。ハンマーが襲ってまいります。組みに行きます。お気をつけください。腕を回します。逆に投げてまいります。リング内に戻ります。掴みます。逆に返します。掴んだ、アップエルボー、打ち込んでまいります。腕をフックします。ダブルアームで投げ捨てます。ここでタッチです。足を狙ってまいります。腰を落として逆片指固めの体勢です。
組み合います。逆に振り返した。さあこの辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々効いてきますからね、要注意ですよ。そうですね、ショルダータックルで倒します。足に照準を絞るのでありましょうか。こういうのは効果的ですよ、技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。腰を落とします。リバースで返します。ストンピングです。肘を打ち込んでまいります。腕を取ります。エルボー抱えます。エルボー腕を捉えます。切り返します。行くのか、コーナーに振って、強烈なだれ式で落としていった。強烈に決めていった。ブロックした、雄たけびを上げた。起こした、逆に蹴っていった。首根っこを掴んだ。ものすごいヘッドバット引き起こす。いけるか、ネックブリーカー落としていった。気合を入れた、エビに固める。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ、完全に無意識で返してますよ。返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされてきついですよね。
スタミナをロスするわけですね。抱き起こす、サイドを取った、バックドロップが綺麗にセンスを広げた、組み合ったネックブリーカーで叩きつける、放っていくのか、リングに戻ります、クルネックを掴んだ、許さないヘッドバット攻撃、小脇に抱えたバックドロップ、綺麗に転がれた、うまく切り返した、ストンピングを叩き込む、掴んだ、あと逆にキック、ここでスイッチ、あと逆に繰り返した、エリボー、肉体を躍動させる、カバーした、ロープに逃れました、腕をフックした、ダブルアームスープレックス、立たせていく、ジャイアンスープレックス、強烈ブロックした、コーナーに登って20分経過、急を超えた膝の上だ、起こしたドラゴン行くのか、今止まったんじゃないですかね、猛点したたか打ちつけたか、カウント入る、トゥーカウントまだ足りません、カードした、抱き起こす、バックを取り返す、カウント注目してまいりたいと思います。組みに行きます、投げてまいります、キックとチョップを乱れ打ちます、フロントに捉えます、フロントからのスープレックスに転じます、
ポーズです。掴んだ、キックで返します、掴みます、肘を打ち込んでまいります、掴みます、膝を入れていきます、組み合います、対角線に飛ばした、パンチで返します、抱えます、あとリバースで返してまいります、スイッチしてまいります、キックを打っていきます、相手を挑発してまいります、ガードします、逆水平を打っていきます、掴んだ、させません、掴んだ、エルボーを入れていきます、ロックアップ倒してまいります、ショルダータックルで倒します、行くのか、フライングメイヤー気合を入れてまいります、ねちっこい展開に移行してまいります、ロープブレイク、組み合います、ボディスラムです、先頭背面落としです、掴みます、アットエルボー、腕を回します、耐えます、行くのか、フライングメイヤーで倒します、ストンピングを叩き込んでまいります、腕をフックします、リバースで返します、腕をフックします、エルボー組みに行きます、返してまいります、アキレス腱固めに移行します、ロープブレイクです、ロックアップ、ロープに振った、鋭いキックです、逆にバックに回った、エルボーで返します、あっと逆に捉えた、あっと円錐切り、ラフサッポーに転じます、抱えます、フロントスープレックス、腰を落として逆エビ固めの体勢です、腰を落とします、リバースで返します、かかとをロックしていきます、ヒールホールド、スタンディングを取らせます、腕をフックした、バッと返した、抱えた、リング上の殺虫剤 DDT、 抱き起こす、バッと外した、掴んだ、ハンマーを落としていく、組み合った、巻き投げで切り返した、ここでスイッチ、ガジェット組み合った、コーナーに振って10分経過、10ミリスコーン、容赦のない攻めだ、こういうホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよね。ああ、スタミナをロスするわけですね。いけるか、あっと投げていった、もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ、ヒートアップしてますよね。
こめかみに入りましたよ。もう髄に響いたか。バットキック、このポーズ、ストッピングを叩き込む。組み合った、バットを逆に投げていった、ステップオーバートーホールドウィズフェイスラック STF。 ガジェット組み合った、ノープリ振った、クルーサルカウンター、カウント2つ、惜しい、頭を掴んでキック、ドロスライク抱えた。ここが攻め時ですね。相手にダメージがありますから、ここで一気に行きたいですね。精神力の勝負ですよ。腕をフックした、バットを耐えた、雄たけびを上げた。15分経過、15ミリスト逆水平、いけるか、そのまま締め上げる、ハンマー気味のパンチ、一気に決めていった。腕を回した、グレートスターで投げつける、引き起こす、顔面砕き式の DDT 起こした、小脇に抱えた、バックドロップ、岩石砕け散る、立たせていく、マックに回った、スリーパーホールド、ここでロープブレイク、抱えた、顔面クラディスクの DDT、 ここでタッチだ。中身の濃い、密度の濃いこの試合、まさに戦いの濃縮 100% ジュースであります。対角線に飛ばした、キック強烈、チョークスリッパー落とすのか、岸壁の母の胸に抱かれました、あとキャッチした、円錐蹴り、裏がテレス型に移行する、腕をフックした、おっとフロントからのスリーパー、組み合った、コーナーに振った、2位を突き上げる、ロープブレイク、トップロープを狙う、ダイビングバディパス、カウント 2.9、 ここでタッチだ。
する。ここでスイッチ。ブレインバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。奥歯を噛み締めた。ノーテック打ち。パイルドライバー。抜くのか。会場のファンも大歓声で迎えています。
新星が軽快な足取りで入場してまいります。お越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。組に行きます。倒してまいります。館内がどよめきます。掴んだ、させません。掴みます。ストマックへの攻撃であります。乾いた音が館内に響きます。行くのか。コーナーに振った。掴んだ、エルボーを入れていきます。掴みます。ストマックに突き刺さります。キック攻撃を見舞います。組み合います。あっと、そのまま倒します。肩固めで頸動脈を締めていきます。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実しているとみてよろしいでしょうか。そうですね、2人とも汗の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああ、そうですか。フロントに捉えます。パンチで返します。あっと、キャッチした。あっと、円錐切り。ストンピングを叩き込んでまいります。掴みます。己の強さのみを歯向きに追求する姿はまさにシューターといったところでありましょうか。得意のキックアンサーミッション攻撃、その切れ味は今夜もますます冴え渡っています。掴んだ、キックで返します。フロントからのキック掴みます。立ってまいります。抱えます。させません。腕をフックします。簡単にはさせませんね。そうですね、今のは読んでましたね。します。あっと、ホイップしてまいります。相手を挑発してまいります。踏みつけてまいります。あっと、エルボーガードします。ソラップを放ちます。三角締めで締め上げてまいります。三角締めに捉えた。フロントからの投げで転じる。さあ、がっちり決まった。これは苦しいですよ。抱えた、ブレインバスターで投げつける。起こした、放っていくのか。アイアンクルのミサイルキック。腕をフックした、打たせない。ローキック強烈。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちよってますよ。はい、立たせていく。バックに回った、バックを取り返す。エルボーで返す。簡単気味に入りましたよ。ブロッキー状況か。あっと、そのまま膝十字。逆に捉えた、ドラゴンスクリュー。さあ、首をかっ切った。強烈サンセットフリップ。いけるか。ロープに振った。あっと、そのまま投げていった。首をかっ切るのか。引き起こす、ソバット。トップロープを狙う。そのまま倒していった。あっと、逆に丸めていった。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。
エリボーを打ち込む。腰に手を回した、外した、抱えた、バット外した、エビが壁で押さえ込んだ。ロープに振ってバット、スクールボーイで丸める。カウント 2.99、 スバッと打ち込む。トップロープを奪う。スバッと強烈、バット逆に捉えた。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここからペースを持っていきたいですね。後頭部延髄、これで決まったか。その辺り注目して見てまいりたいと思います。蹴りを見舞ってまいります。
あっと、スイングしたら DDT！ 蹴ってまいります。組に行きます。バット返します。フロントからのキック、ロックアップ。逆に返します。切り返します。ドロップキックを放ってまいります。アップエルボー、ブレーンバスターに取ります。脇固めに移行してまいります。打ち込んでまいります。抱えます。ガラッと、スイートから足切ろう。ブレーンバスター腕を取ってまいります。ロープにブレークしました。掴んだ。エルボー、腕を回します。エルボーでブロック、組み合います。返してまいります。スタンディングを取らせます。あっと、キャッチした。この辺り研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。組みに行きます。返してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。肩をつけます。ロープに逃れました。あっと、逆に取られた。パンチで返します。ロックアップ、倒してまいります。ダブルスペシャルで強烈に締め上げる。ブレンバスター行くのか。ここが攻め時ですね。相手にダメージがありますから、ここで一気に行きたいですね。エルボーで返す。腕をフックした。タイガースプレックス。もうこけるのか。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。小股に挟んだ。あと逆に足を取った。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。いけるか。あっと、コブラツイスト。組み合った。コブラが締め上げていく。エルボー強烈。腕を取った。そのまま腕を決めていった。逆に投げていった。起こした。あっと、逆にキック。すごい音がした。あっと、バックに回った。ジャーマンスープレックス、完璧。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃったと思いますよ。させません。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちになってますよ。はい、掴んだ。させません。あっと、ドロップキック。バックに回った。ジャーマン、綺麗な人間鏡。カウント 2.98。 もう泣いている女がこもります。腕をフックした。腕を固めて DDT。立たせていく。湧いてこい、俺の力。さあ、がっちり入ったぞ。決まってますね。すごい顔で打つ。トップロープを狙う。コーナー最上段からドロップキック。ガジェット組み合った。ボディスラムで叩きつけた。アキレス腱が頭に入った。いけるか。コーナーに振ってストッピングを叩き込む。フィニッシュに行くのか。バックを取ってフィラルスゲージ戦。ガジェット組み合った。締め上げていった。
げつける、立たせていく。15分経過、アクロバット強烈エボー、あと逆に切り返した。マックに回った、うしゃが3にも4にもなる好対戦、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。赤コーナーより選手入場。3にも4にもなる交代、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。ゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか、足に照準を絞るのでありましょうか。行くのか、逆に振り返した、スピンキック、リング上は逆片指固めの体勢、逆に捉えた、足を殺してまいります、抱えます、させません、掴んだ、ストマックを狙ってまいります、組みに行きます、ボディスラムです、張ります、ドロップキックを見舞ってまいります、蹴ってまいります、蹴ってまいります、スイッチしてまいります、相手を挑発してまいります、組み合います、返してまいります、ストンピングです、ブロックします、ラフ殺法に転じます、打ち込んでまいります、逆に振り返して、このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね、技のつなぎが甘いですよね。結果ですよ、ロックアップ、対角線に飛ばした、行くのか、コーナーに振った、切り返します、まさに返し技の妙、you
返した。おっと、そのまま浴びせていった。引き起こします。ストマックに突き刺さります。腕を回します。ストマックへの攻撃であります。バット、キャッチした。円錐切り。スタンディングを取らせます。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。腕をフックします。膝を入れていきます。フロントからのキック、ロックアップ、逆に投げてまいります。足を狙ってまいります。乾いた音が館内に響きます。破壊石がぐさりと突き刺さった。全体重を乗せたエルボー。これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。放っていくのか。あっと、ミサイルキック。ここでスイッチ。蹴り上げていく。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちよってますよ。はい、頭を掴んで、バット、逆にキック。リングに戻ります。リングに戻ります。水平位置。腕をフックした。ブレインバスターで叩きつける。ここでタッチだ。勝った。ストッピング。抑え込んで。ロープブレイク。あと、逆に捉えた。イネって倒した。ドラゴンスクリュー。ストッピングを叩き込む。膝を突き上げていった。ガチッと組み合った。コーナーに振って、あっと、逆にパンチ。あっと、キャッチした。あっと、返した。掴んだ。させません。すごい顔で打つ。頭を掴んで、あっと、逆に蹴っていった。すごい音がした。抱えた。DDT。強烈に締め上げる。ストッピング強烈。膝
切り、先頭落としていった、起こした、ここでスイッチ、フロントキック、強烈なキック、おっと逆に捉えた、あー、ドラゴンスクリュー、そのままプレスしていった、あっとキャッチした、バック当たってエリボーを打ち込む、バックに回った、危ない、もう点数だか、熱すぎる戦いだ、完成度号が鳴りやまない、これぞ最強の格闘技プロレス、決まり具合いかがですか、これはがっちり決まってますよ、ガチッと組み合った、ロープに振って指に固める、ここから大技に初3発持ってきたいですね、組み合った、あっと投げていった、バックに回ってスリーパー、腰に手を回した、投げっぱなしのジャーマンスープレックス、バック当たって、バックドロップ気味のジャーマンスープレックス、中田ロッキー中だ、いけるか、コーナーに振った、ラリアット中田ロッキー中、もぎ取れるような首筋、ここでロープブレイク、技術プリテーカー、チャレンジメイク、蹴っていった、首根っこを掴んだ、ヘッドでいった、ガードした、ここでタッチだ、あと逆に捉えた、エンジン蹴り、引き起こす、あと寝れちゃいかん、サイドを取った、させません、ドロップキック、うまく切り返した、
青コーナーより選手入場。さあまさに大変身、生まれ変わりましたこの男、自信満々の入場シーンだ。赤コーナーより選手入場。さあ全身フルメタルジャケット、自慢のボディを誇示しながら入ってまいりました。顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。カバーに入ります。技の仕掛け早いですね。勝ちに行ってますね。ローキック組みに行きます。ホイップしてまいります。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだゴボゴボですね。そうですか。ジャンピングに捉えます。あっとエルボー、あっと逆に捉えた。そのまま倒してまいります。コーナーに登って。技っていうのはたくさん出せばいいものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。なるほど。この後のグランドセットなんですが、いかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていきますからね。そうですか。してまいります。腕を回します。滞空時間の長いブレインバスター。派手さには欠けるものの、この基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。腕をフックします。振りほどきます。行くのか。コーナーに振った。ブレインバスターに飛びます。ブレインバスターで叩きつけます。バックに回ります。おっと強引に引っ込みたジャーマン。湧いてこい俺の力。ガジェット組み合った。ロープに飛ばした。スピアが突き刺さった。一気にスパークするのか。ここまで来ると気持ちよってますよ。はい、エルボーで返す。ものすごいグーだ。バック当たって、コブラのドッグが回ってきたぞ。すごい音がした。腕をフックした。 DDT。そのまま倒していった。うまく切り返した。いいのありましたよ。ヒヨッコが飛んだか。片エビに持ち込む。2カウントまだ足りません。組み合った。
ます。カウンターが読み入りましたよ。ブロッキング状況。カウンター入る。カウンター 2.18。掴んだ。させません。腕を回した。ブレインバスターで叩きつける。抱き起こす。ひねりの効いたバックドロップ。ここでサソリ固め、スコーピオンデスロック。頭を掴んでヘッドバット、レンダだ。立たせていく。スピア強烈、カバーが体勢、ロープに逃れました。抱え上げて頂点から落としていった。エビに固める。カウントスリーが入りました。この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね。そのあたり注目じゃないですか。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。ブロックします。ラフサンボール転じます。掴んだ。ハンマーを振りかざします。掴んだ。いやらしい攻めを見せてまいります。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。掴みます。この辺り奥に転じてまいります。足攻めに転じます。引き起こします。ドロップキックを放ってまいります。ドロップキックを見舞ってまいります。スリーパーホールドに入ります。スイッチしてまいります。組みに行きます。ロープに振ってロックアップ、ボディースラムで叩きつけます。起こしてまいります。
で返します。あります。行くのか。返してまいります。組み合います。コーナーに振った。させません。ドロップキックであります。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合いですね。いい攻めですよ。組みに行きます。逆に返します。リング下に降ります。おなじみのポーズです。リング内に戻ります。強烈なキックです。ロックアップ、投げてまいります。館内がどよめきます。蹴ってまいります。抱えます。バックブリーカーで落としてまいります。このポーズです。あと返します。そばっと腰を落とします。リバースで返します。先頭背面落としです。フロントからのキック行くのか。切り返します。スタンディングを取らせます。掴んだ。キックで返します。ここでタッチです。ストンピングです。立ってまいります。組み合います。切り返します。します。グーを打ち込みます。蹴りを見舞ってまいります。チョップであります。キックを打っていきます。組みに行きます。リング下に落とします。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、組み合います。逆に返します。乾いた音が館内に響きます。お気を付けください。リング内に戻ります。スイッチしてまいります。気合を入れてまいります。リング内に戻ります。ラフな展開になるのでありましょうか。10分経過、タイムに気合を入れてまいります。掴みます。させません。打ち込んでまいります。掴んだ。キックで返します。ミールキックがこの間に入った。ここでタッチです。ストンピング、蹴りつけてまいります。グーパンチです。
ブレンバスターに飛びます。脳天砕きブレンバスター。乾いた音が館内に響きます。抱えます。あっと逆に丸めていった。ロープブレークです。掴んだ。ヘッドバット。キチンシンク胃袋攻めです。フロントからのキック。足を抱えます。技をかけてもこうやって切り返しますからね。面白いですよね。本当にそうですね。張ります。ガードします。サイドを抱えます。エルボーで返します。15分経過。 FMEの記憶が飛んだか。肉体を躍動させる。組み合った。締め上げていった。エルボー強烈キック。攻めてる方ももうかなりきついと思いますよ。はい。リバースで返した。このポーズ。ストンピングを叩き込む。ガジェット組み合った。バット逆に投げていった。さあタッチ。いけるか。コーナーに振った。腕をフックしてそのまま極楽固め。のど輪に捉えた。チョークスラム。頭を掴んで頭突きを打ち込む。のど輪か。チョークスラムで叩きつける。ここでスイッチ。立たせていく。抜くのか。サンダーファイヤー。えぐい角度。カウント中。ガジェット組み合った。ロープに振った。片エビに持ち込む。ロープに逃れました。逆さ抑え込み。蹴っていった。掴んだ。させません。ここでタッチだ。組み合った。逆に振り返して、うっとラリアット。先頭落としていった。20分経過。チャレンジミニッツゴー。ここが攻め時ですね。相手にダメージがありますから、ここで一気に行きたいですね。小股に挟んだ。サンダーファイヤーで叩きつけた。カウント 2.8。 そうは今夜は下ろしません。強烈キック攻撃。首根っこを掴んだ。ラフに転じる。引っこ抜きか。猛点したたか打ちつけたか。掴んだ。金的攻撃。ここでスイッチ。フロントキック。抱き起こす。苦しいですよ。
こす。おっと、腕をロックしてそのまま締め上げていった。ロープブレイク、ここでタッチだ。見えを切った。負けるわけにはいきませんから。
最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してお気をつけください。掴んだボディースラム起こします。打たせません。リング内に戻ります。リング内に戻ります。掴みます。ストマックを狙ってまいります。キックを打っていきます。テイクダウン。抜けてまいります。掴んだ。ナックルを打ち込んでまいります。バックドロップの体勢。エルボーでブロック。 STO スペーストレード。あと返します。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたり、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。なるほど、そうだったんですか。引き起こします。ロックアップ返してまいります。腕を回します。蹴りを見舞ってまいります。掴みます。アマチュア格闘技の実績を持っていますこの男。体に染み込んでいるその抜群の格闘センスは機能薬王で身につくものではありません。まさに流れの月日を経て作られた努力の結晶であります。掴みます。パンチで返します。掴んだ。強烈に打ち込みます。組み合います。させません。行くのか。逆に倒します。スタンディングを取らせます。そのまま投げてまいります。掴んだ。ストマックに突き刺さります。組みに行きます。正面から投げを見舞います。そのまま固めます。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされるときついですよね。スタミナをロスするわけですね。こういう打撃っていうの技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいに懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。あと逆に投げていった。抱き起こす。蹴っていった。キック。組み合った。あと逆に返した。ストッピング。あとキャッチした。フロントから落としていった。ストッピングを叩き込む。ガチッと組み合った。場外に落とした。場外に降りる。ガーを捉えた。いけるか。あと逆に倒した。ストッピング強烈。キックものすごい。エルボー強烈。引き起こす。腰に手を回した。同締めスリーパー。リングに戻ります。リングに戻ります。ガードした。バックに回った。エルボーで切り返す。フロントキック。いけるか。
敵の母の胸に抱かれました。いけるか。ロープに飛ばした。何やりました。病気状態か。腕をぶん回した。スコーピオンデスロック。刺さり固め。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。小脇に抱えた。死ねー。